BBS ポアニアミラク魔法用品店の猫のギベルだぞ。今日紹介するのはこちら、ビルザーアット。これは戦闘力を測れるモノクル型魔法道具。モノクルってなんか中二感くすぐられてかっこいいじゃん。だからなんかもうかけてるだけでもういい感じなんだけど、一応ちゃんと戦闘力を測れる機能がついてるんだ。戦闘とかすることないし、使う機会あんまないかもだけど、ジョークグッズ的な感じ。使ってみるぞー。にょくに。じゃあまずはその辺に落ちていたユーナギエレナの戦闘力を測りたいと思います。ユーナギの戦闘力は計測完了 0.821。 ざっこ。勇者の末裔のくせにこんな雑魚くていいのか。まあベルが恐れる相手でもないってことがはっきりわかりましたね。じゃあ次はその辺に落ちていたぬいぐるみのリオミ。こいつの戦闘力は計測不能、最初からやり直してください。は？強くない？ベル様が生み出してくださった僕ですから強くて当然ですよ。こいつただのぬいぐるみだよな。こわ。にゃっかにゃか。はい。ってことで、つけてるだけでかっこいい、ビルザーアットはいかがでしただか？中二病患者の方には、外せない必須アイテムだよな。買えよー。ご注文は、フリーダイヤル、VVV の VVV まで、お電話お待ちしておりまーす。